秀吉様の天下を家康より取り戻す。そのためならば俺は誰とでも戦う。門人が落ちれば全てが終わる。敵将を一人たりとも入れてはならぬ。打ち取ったり。 始末の沈黙、不気味だな。愚か者が。島津が狙われているようだ。
殿といい島津といい面倒なことこの上ないね。全軍三成に突撃せよ。今こそ勝利をつかむのだ。 敵に内通していたか。神明中心許すまじ。 三成、 お前には負けてもらう。豊臣の家を守るのは俺たちだ。 最終劇に相次ぐ願いり、もはやこの命捨てねば止められない。三成左近、先に行く。開門。私仲間で決めた義経様のためにも、 本気になるのが遅いんだよ頭鉄活。もっと早く喧嘩してるよ。ずっと一緒に。 ここで一時的に勝ったとしてもどうにもならない。バカ。俺に任せよ。開門。さすが家康、一瞬で戦況を変えちまった。殿、あとは俺たちに任せて撤退を。 命令だ。俺と共に退路を断つ。最後に俺を支えろ。分かっている。
関わるから不幸になるのよ。うるはなんだか見つかる撤退を開始したか。逃がしてはならん。進撃せよ。開門。天の助けかもしれん。奴が追撃にかまけて本陣を開け放った。さあ皆を先に逃がせ。俺は潜め、手薄になった敵本陣を突く。お供しましょう。俺たちバカ主従にぴったりなバカな策だ。ダメだ、ダメすぎる。一発逆転など俺が許すはずもない。後ろ姿を見せるより潔き死を選ぶか。ならば参る。しながら見事であった。三成、左近、いずれまたまみえようぞ。家康め、逃げ足だけは早い。しかも敵の増援もご登場です。殿、もはやこれまで。今度こそ引くしかない。